はい、クレルガイです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、続きやっていきたいと思うんやけど、まあいろいろちょっとまあコメントもいただいてて、ご存知の方もおると思うんやけど、このワイサマールね、日産車のこのロック、アンロックっていうのは本当に特殊な回路で、なんていうかな、普通に接点だけで要はアクチュエーターのモーターをね動かしてるわけじゃないよな。クジラクラウンはもう接点だけだよね。12ボルトの電源を流すか流さないかだけでロックと解除を、してるんやけど、めちゃくちゃ単純な構造なんやけど、 Y30 はなんかね、まあ12ボルトは12ボルトで使ってるんやけど、それを、まあ、プラスとマイナスをこう逆転させたりとか、なんかすげえ変な回路を組んでるね。もう意味がさっぱりわからんねんやけど、なんでそういうことになっちゃうのかっていうのがもう全然わからんねんやけど、まあとりあえず、まあ昨日見つけたこの4本の配線、まあこれが、ロックとアンロックの線をコントロールしよる線っていうのことだけは分かったんやけど、果たしてね、まあこれにキーレスのユニットをどう組み込むのかっていうのがもうかなり難しくて、ただ単に、車外の、ね、キーレスを割り込ませるだけでは多分全く言うこと聞かんと思う。なんていうかな、キーレス自体の出力の仕方が要はこの回路の電気の流れにこう沿うかどうかっていうことだよね。もうぶっちゃけそれがもう全てかかってくる、接点仕様のキーレスなのか、あとはまあ12ボルト一瞬だけ、要はロックのボタンを押した時に12ボルトが一瞬だけ流れる、アンロックを押した時に12ボルトの電圧が一瞬だけ流れるっていう仕様、果たしてこの配線がその12ボルトを流さないでいいのかどうかっていうことなんやね。ちょっと説明がね、難しいんやけど、とにかく、まあ、この運転席の集中ロックのボタンをオンしたときに、この線がつながるっていうことまでは分かったんやけど、果たして、まあ、そのオンの状態とオフの状態で、この線の12ボルトがどうなってるのかっていうことが、今からちょっと調べんというか、まあそれを調べた上で、キーレスのユニットをこれに割り込ませるっていうことができるんでね。それがもう全然変な仕様やったら、今ついてるキーレスの信号をここに割り込ませることは不可能。まあ今は要はドアロックモーターっていうのがこれについてて、それにキーレスの信号を割り込ませてるんやけど、それ以外は多分無理なんじゃないかなっていう感じでね、回路的にね。まあとにかく今現状ね、はい、まあちょっと次の日になったんやけど、今の現状、このキーレスのね、今のキーレスの状況は、まあ通常通りっていうか、これ今ロックは全席ロックで解除、アンロックは運転席だけ、他の席は開かないと。で、この集中の、アンロックボタンで全席、解除でロックで全席ロック、まあそれはいいんやけど、これで集中ロックは全席、これはね全席が対応になってる。これは一応クジラガレージ仕様やわね。まあこれでもね全然いいっちゃいいんやけど、普段よりは一人で乗り降りする分はね、すごく便利、鍵を回さずにこのロック解除とロックができるっていうね、まあ誰かを、まあ、後ろに乗せるとか横に乗せるとかいう時にロックを解除した時にここで一回一回解除せないかんっていうのが、それが面倒っていうのが今回の、流れです。配線を見つけてね、なんとかかんとかやって、よいしょ、
この配線を見つけました。どの線が、ロックの配線、どの線が解除の配線っていうのは見つけたんやけど、まあキーとなるのはこの白い配線に赤ラインで茶色の、帯っていうかな、このまあ何種類にも配線があるんやけど、この配線、この線がかなりキーポイント。これが、ロック解除の線の 12V っていうことまでが分かりました。まあ一応あのテスター当ててみてちょっと、測ってみるんやけど、常時電源なんで多分電気はもう来てるはずなんで、ここの、白の赤ラインのところにプラスぶっ刺して、どっかマイナスいけば、おそらく 12V が来てるはず。これな。はい。12V 来てますね。常時 12V が来てるっていうことね。この白赤、白に赤ラインのやつっていうの。これが、アンロックの線なんやけど、アンロックはこれ、青に白ラインな。青に白ラインはどれか、これか。これ。青に白ライン。こいつにアンロックスイッチを押したとき、この 12V が青白ラインとつながるっていうことは、この青白ラインに 12V を流せば、全席ロック解除になるんじゃないのっていう話ね。と思うんやけどね。今ずっと 12V が来てる。で、スイッチを押すことによって、この青白と白赤がつながる。それで、全席の、解除ができる。っていう感じですね。もうロックの方は、特に触る必要がない。アンロック解除だけが問題なんで、この2本だけを、今このスイッチで接続してるのをキーレスで接続できないかっていうことね。まあ、このロック、アンロック、相変わらずガチャガチャしようとんやけど、まあ、ロックの方は、特に問題がない。ロックの配線はいじらずに。このアンロックの配線。青白やね。青ラインの白。アンロックは青の白ライン。要はこれに、プラスの 12V を一瞬だけ流す。一瞬だけっていうかね。その、解除したい時にピッて流すと全席解除になるっていうことは分かったんやけど、はい、キーレス完成しました。とりあえず完成です。全席、解除とロックができるようになりました。はい、相当苦労したけどね。いろんな方がね、アドバイスとか、このウェブサイトというか、やってる方がおったんで、それ参考にしてみてくださいというアドバイスをいただいて、まあ、そのページを見に行ってね、同じ Y30 で、要はキーレスを取り付けるっていう作業をね、画像で、まあ、上げてた方がおったんやけど、まあ、それをこうずっと見て配線とにらめっこしてね、いろいろやったんやけど、なんかちょっとやっぱ画像だけではちょっとどうしてもわからんところがあって、なんとなくはわかるんやけど、流れはね、途中までは俺と同じ流れをしよるんですよね。もともとこのドアロック、こっち運転席側は
運転席側はね、このガチャン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 になる、こいつがついてない、Y30。で、なんで、それを、まあ、車外のやつを後付けして、で、この2本の線、これを、他の、要は助手席とか後ろとかのドアのモーターに並列でつなげる。そうすると、前席、同じような動きをするようにはなる。まあ、そこまでは同じ、やり方でわかるんやけど、問題は、その、これを動かすのに、キーレスを間にぶち込むのに、厄介なのが、この2本の線。これっていうのは、まあ、本来ならね、プラスとマイナスつないで、ガチャンって動かす。ほんなら、この2本だけしかないんで、今度引っ込めるとき、要は逆にするときはこのプラスとマイナスこれを、反転させない感じでね、プラスとマイナスを、そういうややこしい仕様なんですよね、あの日産はね。トヨタ、俺あのクジラクラーンは、これ3本出てる線が、このモーターの線が3本出てる、なんで、プラスが2本いってマイナスが1本ね。で、要は、下げたり上げたりするのを反転させることなくスイッチの接点で切り替えてプラスアンロックを制御してるんやけど、もうこれはね、この線が2本だけっていうことで、まあ、足元の方にねあるなんかユニットがね、それでプラスとマイナスをこう逆転させながら、ロックとアンロックをしようっていう仕組みなんやけど、車外のキーレスを注文するときに、日産、Y30 用っていうやつを注文したんですね。で、まあ取り付けた、まあ説明書通りに取り付けたら、運転席しか反応しないっていう仕様。まあそれはなんでかっていうと、まあ並列、このモーター4つあるんやけど、4つを並列につなぐ。で、ね、まあ、並列につないだうちの1個にしかこのキーレスがかませてなかったんですね。並列だとそういう風になるわね。運転席だけしか反応しないっていうのはね。なんで、これはちょっと他の接続先があるはずだということで、そのサイトを見たんやけど、どうもその、足元のね、とこにいっぱいあるんですよ、コネクタが。で、その線の色を探すんやけど、もう腰も痛いし、もうめんどくさいんで、この見つけたね、このスイッチ、手元のスイッチのロックアンロック線は、まあ2本ある。アンロックは青に赤ライン、ロックは青に白ライン、これに、キーレスの線を割り込ませました。一か八かやってみました。12ボルト、これに12ボルトを流せばいいだけなんですね。特に反転してるわけではないんで、まあ、ショートするっていうことはないです。この線が、ロックの時プラスで、アンロックの時にマイナスが流れるかっていうとそうじゃないんで、もうこれはもうロックの時にプラスが流れる、アンロックの時にプラスが流れるっていうだけの、仕組みなんでね、この手元のスイッチで。なんで そこにキーレスの、線を間、これをちょん切って間に入れるっていう感じですね。2本こう来てるんで、線がこう来てるんで、ここを切ってこうつなげるっていう感じで、キーレスのロックするとここが通電して、ロックになるっていう、ロック、アンロック、ロックができるようになるっていう仕組みです。大まかに言うとね、まあこれは、ちょっと、おすすめは、ちょっとできないんで、あんまり、どこに、どういうふうにつなげたか、じゃあ、ね、詳しくは、言わんけど、まあ、本来なら、説明書通りの配線の仕方をした方が安全だと思います。これね、ちょっと試してあ、大丈夫と思う。特に、もう、間違ってたら、何か操作した時にヒューズが飛んだりとか、まあ、ちょっと熱持ったりとか、すると思うんで、まあ一応全部テスターで線測って、特に問題なさそうな電気の流れなんで多分大丈夫と思う。はい、じゃあまあとりあえずこの配線
配線を隠して終わりたいと思います。これはこれ何の線かな、何の線か全然わからん、わからなってきた。これはまあオーディオとかの多分配線やな。はい、ということで、まあちょっと若干心配ではあるけど、多分大丈夫と思う。ちょっと様子見ます。まあ万が一ね、燃えてショートして燃えて火が出るとか、そういうことはないと思いたいので多分大丈夫と思います。一時して触っても線触ったりとかもしても熱持ってることもないし、まあユニット自体の電圧、出力の電圧も低いんで、おそらく大丈夫じゃないかなと思います。はい、まあ、Y さんも乗ってる人ね、結構いろんなページ見たらやっぱ苦労してる苦労はしてるみたいやけど、なんかね、やっとこう自分一人の時はいいんやけど、こう要は荷物を後ろの荷物を下ろす時とか、まあ、本当誰か乗せる時にもういちいちこの待たせるっていうかね、乗るの同時に乗れないっていうのが、もうこれが結構なんかその本当1秒とかそんなんやけど、なんかね変な感じなんで、これがまあ改善できれば今回は良かったかなと思います。はい、以上となります。まあちょっといろいろとね改善の余地はあるんやけど、今からいろいろと頑張っていきますので、本当はね、ルームランプロック解除した時にルームランプがつくようにはしたか、そこまでしたかったんやけど、まあそれもね、リレーを間に入れればできそうなんで、まあその辺をね、また今後の課題として残しておきたいと思います。はい、今回は以上となります。ありがとうございました。